の車の話始まりました。始まりました。ありがとうございます。ねえ、土屋さんいないじゃん。いや、そうなんですよ。どこ行ったの？今日はですね、うん、土屋さんがどうしても外せない用事があるということなので。ないですよそう、本番よりも大事なやつってあるわけない。私もテリー土屋のなのにいいのかなと思う。あのね、多分鈴木アグリと飲んでますね。可能性高いですよ。六本目で飲んでます。ひざい男ですよね。で、今日なので、はい、ちょっと土屋さんがいらっしゃらないということなので、はい、テリーさん、うん、ここどこでしょう？マッチどこですか？行ってください。つくばサーキットですよ。つくばサーキットに来ています、ね、はい、ということで私たちはですね、うん、メディア対抗ロードスター4時間耐久レースに出場するということなので、はい、今つくばサーキットに来ております。そうです。試合前、はい、お二人、実は重大発表ありまして。何ですか？12月に開催予定のメディア対抗ロードスター4時間耐久レースっていうのがあるんですよ、はい、これに出場しようと思っております、うん、これが実現すれば地上波の番組で史上初の快挙になるそうです。なるほど、そういうのを目指していきましょう。いいんですけども。面白い、はい、一応ドライバー候補が私たちスタッフの中に。ドライバーいるの？はい、もちろん。お、もういますか？はい。失礼します。決まりましたか？おはようございます。どうですか、どうですか？あのメディア対抗ロードスターの最終ですよね、はい、のメンバーをテリーさん一応監督なんで、はい、あのメンバーを決めてもらおうかなと思って今日お伺いします。重要ですね。そうなんです、はい。B1 チャンピオンの藤野さん。そうですね。藤野さんはいいんじゃないですか？テリーさん知ってますか？ああ、もちろん知ってるし、新井さんがね、以前なんかね、はい、お勧めしてましたよね。はい、そうです。まあ、もちろん市場経験もあるし、藤野さんは、うん、いいなぁ。そうですね。お願いしたいですよね、はい、あとは、イニシャル D のミキさんね。ミキさん、はい。うん、ミキさんもいいかもわかんないね。そうですね、うん、ミキさんも、サーキット経験はあるので。あ、そうですか、はい、うん、いいかもしれない。あの車好きですし、はい、でもさ、人気があるからね、うん、まあ、ミキさんを出すことによってこのね、番組の、うん、まあ、ちょっとなんかね、このなんか方にも影響してね、はい、いい効果が出てくれると嬉しいですからね、はい、ちょっと視聴率が上がるかも。視聴率が上がるかもしれないですよね。まあ時間も変わったからね、はい、じゃあミキさん行きましょう。ミキ新一郎、はい、そしてですね、藤野さん、はい、もう一人ですね。もう一人、あ、イニシャル D コンビで行きましょうか。お、というと三馬さん。あ、音響監督、ね、もうアニメ界のね、帝王ですよね。え、三馬さんにちょっとお願いしてね、なんかあれですね、音楽やってらっしゃいますから、はい、このうちの番組のなんかテーマ曲とかね、作ってほしいですよね。もちろん、久保さん、以前、あのベストカーかなんか出てたかな、あのサーキットかなんかで、はい、そうですね、はい、この3名の選手で、すごいメンツですね。すごいメンツですよね。本当は三岡の社長としたかったんですけど、まあ、松田の車ということなんで、はい、ちょっと厳しいなと思うんで、はい、これでいきたいなと思います。失礼します。はいはい、あれあれ、テリー土屋の車の話です。どうもどうも、いつもお世話になってます。音響監督、三馬正文です。ありがとうございます。何ですかね。実はあの番組でロードスターレースに出場するというのは、うん、あ、知ってる知ってる、はい、うん、ご存知かもしれないですけど、監督はテリーさんになりまして、実はこのお手紙を、お手紙、テリーさんから、はい、あれ、三馬監督の方に。マジっすか。ロードスターレース出てみませんかじゃなくて、出ていただきますって書いてあるけど、これはもう強制ってことですよね。テリーさん、ちょっといいんすか、俺みたいなもので。
いやいやいや、ででいや出ます、ぜひ出ます。テリーさん、微力ですけど本当によろしくお願いいたします。頑張ります。大変失礼します。車の、はい、テリー吉也の車の話のスタッフです。はい、お願いします。今日どうしたんですか。あのちょっと、はい、テリーさん、はい、がからちょっと手紙を扱ってきてるんで、手紙、はい、ちょっと見ていただいて、テリーさんから手紙、はい、なかなか、はい、はい、ちょっと富士の秀幸様、12月3日土曜日、メディア対抗ロードスター4時間耐久レース、ドライバーとして出場をお願いします。監督として全力でサポートしてさせてもらいますって書いてありますね。はい、あのテリーさんから、はい、なんでもう読んでいただいた通り、自分が走っていいってことですか。うん、そうです、あのメンバーとして走っていただくっていう、はい、ね、メディア対抗があるの知ってたんですよ、はい、テリーさん監督で、はい、なんですけど。まあ、もうね、そろそろ時間もない時期なので、うん、もう12月3日ってすぐじゃないですか、はい、いやもう自分はまずドライバーとしてはないなと思ってたんですよ。そうなんです、はい、いや、はい、もうね、テリー伊藤さんからのお話であれば光栄ですね、はいはい、あ、じゃあ出ていただける。いやもうぜひぜひ。ありがとうございます。自分で大丈夫ですかね。いや全然お願いします。あの基本ドリフトしかしてないんですよ。大丈夫ですか。助かります。はい、あの後でテリーさんに、あのいやグリップなんだからドリフトするなとかって怒られたりしないですよね。大丈夫ですよね。大丈夫です。大丈夫です。はい、あ、じゃあぜひあの、はい、参加させていただきます、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとメンバーの一人としてお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はーい、すみません失礼します。はい、すみません失礼します。はい、車の話のスタッフです。どうも、ミキでございます。すみません、今日ちょっとお時間いただいて申し訳ないんですけど、はい、いえいえ、今回、ちょっとテリーさんから、はい、ある手紙をいただいてるんですけども、はい、というのは、番組で、うん、ロードスター対抗レースというのを出ようと思っておりまして、はい、それでちょっとミキさん宛てに手紙から、はい、手紙があるので、何でしょう？ちょっとこちらを。あ、じゃあ失礼します。はい、ね、なんか出られるという話はね、はいはい、そうなんです。ちょっとこれテリーさんからそうですですか。はい、それだけで俺も嬉しいんですけど。私を車変質者と呼んでくださったテリーさんから私にどんな手紙が、ちょ、読んだ方がいいですか。あ、お願いします。三木慎一郎様、12月3日土曜日、メディア対抗ロードスター4時間耐久レース、ドライバーとして出場お願いします。嘘、私監督として全力でサポートさせてもらいます。テリー伊藤を。嘘、ちょっとこれ大丈夫ですか。画面見せて。大丈夫です、はい、なんとテリーさんから私にこのような。嘘でしょ。はい、これどうするんですか。僕は、はい、喜んで。あ、いいですか。はい、もうはい、もうアニマンすごい鳥肌マジで。もう本当にありがとうございます。カートと二輪ではつくば走ったことあるんですけど、うん、四輪でちゃんと走ったことないので、うん、そんな私でよければぜひぜひ、参加させていただきたいと思います。スケジュールなんとかします。そうですね、12月3日、はい、もうなんとかしますんで、ぜひぜひともこちらこそ参加させてください。あ、もう嬉しい、ありがとうございます。選手の皆さん、お呼びします。はい、ゲストの皆さんを。どうぞ、こちらへどうぞ。いらっしゃい。あら、
お願いします。ちょっともう朝からちょっと興奮してメガネが曇って全く見えません。完全に曇ってるよ。お仕事つけばいいじゃん。そうなんですけど。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして。はい。どうも声優をやらせていただいてます、三木慎一郎です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。そして。はい。D1 ドライバーの藤野秀樹です。ドリフトしに来ました。そしてラリードライバーの新井博之です。よろしくお願いします。新井さんはさ、レギュラー。新井さん、ずるくないここにいて。サーキット走ったことないんで、実際初心者みたいなもんなので、足を引っ張らないように頑張ります。よろしくお願いします。そしてはい、番組レポーターもやってます、e スポーツプレイヤーの山中です。よろしくお願いします。ヤバヤバさんは、例えばこういう実際のリアルな、はい、こういうレース場で走ったことは？あります。実際この筑波サーキットも今回出場するにあたってライセンスを取るのにこの筑波サーキットを走りました。ちょっと噂に聞くとですね、はい、ただ走るだけじゃなくて、はい、それこそよく前回なんかもそうなんですけども、はい、ガス欠？そうなんですよ。とかってありますよね。はいはい。これ給油というのは1回なんですか？1回です。はい。これを60リットですか、もともと40リッター60かな、40入っていて、そうですね、最初に40入っていてチャージ、その後に20ってことですね、はい、とその中でやらなくちゃいけないよ。そうです。はい、大変なんですか？大変なんですけど、監督なんですから。あ、走ってる最中にほら、あ、そうです。だからなるべく書いてあげないように、うん、なおかつ早くっていう。そんなことできるんですか？やるしかないんです。あ、そうですか。はい、で今回は皆さんご存知だと思うんですけども、これね、全部こちら後ろね、そうそう、この松田の松田なんですけど、はい、もう全部車両一緒です。はい、イーブンなんで、ワンメイクなんで、はい、全部同じ車で。で、はい、目標決めましょうか、はい。チームとしての目標。チームとしては、どうですか、デジさん。これだけのメンバーなんで、最低でも入賞。最低でも入賞。さらに、さらですよ。さらにやはり表彰台には登ってほしいですね。登りたい。まあそれぐらいのね、はい、熱い思いで皆さん頑張ってください。ありがとうございます。はい。実はですね、土屋さんの方からメッセージが届いております。ぜひお願いします。見てください。はい。テリー土屋の車の話、見ていただいてありがとうございます。テリーさんもね、もう筑波サーキットにいると思いますけれども、まあ、僕はいろんな仕事、まあ、モータースポーツの仕事がメインなんで、ちょっと現場には行けませんけれども、テリー土屋の車の話のチームで、みんなで頑張って、まあ、ミキちゃんもいるということで、ミキちゃん、ミマちゃんで、イニシャル D コンビと、ヒロキもいるし、まあ、藤野もいるし、あんまり心配したことはないと思うんですけれども、ライバルいっぱいいますので、テリーさん監督だからね、アバウトだよね。ああしろこうしろなんてさ、こう何にもあの人考えてないからね、行けだけだから、行けだけで行っちゃうとガス欠になって止まりますので、テリーさんちゃんと年表を考えながら回転数を合わせて走るようにちゃんと教えてやってください。おということで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。自然に手を挙げましたけど、自信があるってこと？山田君、はい、まあ、昨日ゲーム上ではたくさん練習をしてきたので、その成果を出したいと思います。例えば一周どのぐらいの時間なんですか？9秒前半が上位じゃないかと言われています。そう、すごい早い。ゲーム上で9秒は出てるから、9秒台は出ます。大丈夫です。じゃあそこでビリにはならないようにしますね。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。ファイヤーの一番いいタイミング。
が4位でした。すごい、素晴らしい。すごくない？すごくないですか？いやでもあのさっきのトップタイムを見たらちょっとやっぱ正直悔しかったので、うんうんうん、なんかこう喜んでいただけるのは嬉しいんですけど、自分としては少しちょっとモヤモヤする結果になってます。向上心ありますね。これを本番で生かしてください。はい、4時間を均等にこの時間は利用していくんですか、これは。そうですね。うん、あの時間で決めて帰ってきて交代、うんうん、平均するとまあ大体45分前後です。なるほど、なるほど。均等終わりすると。あ、そう。で40分から45分で、じゃあ例えば僕なんかがこうやってチェンジだよって言えばいいですよね。そうですね。なるほどね。あとこれね、ちょっとこれもこれ5人で協力してやるわけじゃないですか。あれを思い出したんですよ、あの箱根駅伝を。確かに。で、なんかね、箱根駅伝でそういうことを助けを渡すっていうのは結構、逆にね、一人で走ってるよりもプレッシャーじゃないですか。そういうのっていうのはなんか結構あるんですか、なんか4人でね、助けを渡すみたいな感じだと思うんですけど、まあ、最終ドライバーが一番大変で、うん、最後ガス欠かんないように、まあ我々は結構注意しながら走るんですけど、暑くなると必ず回転上がっちゃうんで、うん、最後のね、ラストドライバー山中さんがちょっと一番緊張するから。ってことで山中さんはさ、もしかしたら止まったら、あ、俺のせいで止まったというふうに全部かぶる、かぶね、責任を全部背負うわけですから。我々は死ねと、おいおいおい、なんだ山中お前ダメじゃねえかって他の4人は言えるけど、全部その嫌なこともバブル期のババを抜いてみたいなもんですからね。今日全部背負っちゃってる。予選もですね。チームとしての作戦って何か必要じゃないですか。そんなのいらない。どうでしょう、監督が。監督が。なんか本当に本当はね、一番となれるような。僕は実はレースクリーンをいっぱいなかったんですよ。レースクリーンのそこで太ももを見せることによって、ね、皆さんが興奮してさらに、ね、走ってほしかったんですけど、ちょっとね、予算の問題でレースクリーンを出せなかったっていうのはね、監督としては非常にね。ちょっと足を、だからその分ね、あの吉高さんに後であの、ね、足を上げてもらえば、レースキーの部分でね、吉高さんに頑張っていただいて、いろいろ頑張ります。なんかスローガンみたいな決めます。スローガンは、つなぎをつないでいこうね、たすきを、たすきをつないでいこう、はい、ね、そうしましょう。ガス欠だけは嫌よ。ガス欠だけは嫌よ。そうですね。たすきをつないでいこう。ガス欠だけは嫌よ。嫌よ。じゃあ私がですね、たすきをつないでいこうというものですので、皆さん全員でガス欠だけは嫌よ。はい。はい。よろしいですか。はい。たすきはつないでいこう。ガス欠だけは嫌よ。はい。ストレート見まーす。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。